アイアリング加工はパンチと台の隙間に材料を押し込むことによってしごき加工を行います。材料は薄くなり表面は滑らかに仕上がります。切削加工製品もアイアリング加工を利用したプレス加工に転換することで大量生産、コストダウンが可能な場合があります。